はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、こちら、ウームから謎の箱が届いたので、これを開封していきたいと思います。で、今日はこれ以外にもちょっと色々開封していくので、よかったら最後まで見てください。びっくりしたのね。ウームからは結構色々なものが送られてきたりします。パーカーとかさ、お仕事の道具だったりとかさ、ファンの方からいただいたプレゼントだったりとかね、結構色々送られてくるんですけど、今日ね、このさ、郵便のさ、この紙にさ、全裸監督って書いてあったの。と思って。何全裸監督、全裸監督みたいな。何入ってんのみたいなね。だからちょっと開封しようかなって思っちゃった。皆さん、全裸監督っていうのはね、ご存知でしょうか？今、ネットフリックスとかで見れるのかな？昔、こうさ、大人なビデオというものがありまして、で、それの監督さんのお話で、山田孝之さんが主演しているドラマです。全裸監督2が確か今度ね、放送されるんですよね。だから、その、こう、グッズ的なものを送ってきてくださったんじゃないかなっていう感じです。なんかね、事務所に、よかったらこれクリエイターの皆さんにどうぞみたいな感じで企業さんとかからこうプレゼントいただいて、まあそれをクリエイターに送るみたいなねのがあるんですけど、まあこれステマじゃないですよ。ちゃんと僕いただきましたって言ってるから、別にねステルスじゃないですからね。じゃあちょっと中開けてこう。マジで何かな。ワクワクするよね、段ボール開けるのってね。こういろいろいただくことは多いですけど、ワクワクするんだ。おお、すごい、ほら何これ、じゃじゃーん、ナイスですね。わお、全裸監督2、ネットフリックスって書いてあるよ。全裸監督って言ったらさ、山田孝之さんがさ、こういう風に持ってさ、ナイスですね、ナイスですね、みたいな。うん、そういう風に言ってるイメージなんですけど、これは、ナイスですね。すごい！あらすじとか一応書いてあります。全裸監督の。ただ、これ読むの やめとくわ。なんかね、マスオ TV では、これを読むと、なんか言われそうな気がする。あ、すごいね。面白いね。中どうなってんだ？どうやって開けるの？あ、オープンってここ、ここで書いてある。すごいすごいすごい。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。というね。名言が書いてありますね。じゃあ、ちょっと開けてみましょう。オープン。お、え？なんだこれは？一つ目。おお、すごいぞこれ！見て！ブリーフ！全裸チップスだって！これやばくない？素材剥き出し全裸チップス！これ山田孝之さんですね。今日ね、もう僕ブリーフ1枚で来ようかなと思ったんですけど、さすがにさ、こう YouTube でさ、18歳以上が対象の動画ですってなるの嫌だなと思って、やめました。この格好いいね、全裸監督ってね。1枚、一応ちょっと今ダイエット中なんですけど、ちょっと1枚食べてみましょう。うわ、え、待って待って待って、1枚食べます。うんまっ、やばっ、カードがある、カードが。で、カードさ、この中にさ、入ってたからさ、もうデコボコになってんのね。オープン。何これ、これ全裸監督の出演している方々かな。うん、女性とあと男性の方もいらっしゃいますね。全裸監督はですね、ちょっとアダルティーな感じな、内容も含まれていますので、そういう方々かな。もう一枚。なんか、レアカードもあるみたいですよ。2枚目がドン！同じー！ 3 つ目。はい、ドドン！同じかーい！え、マジで同じなんですけど、3枚。ということで、全裸監督のチップスをいただきました。全裸監督のね、会社の皆さん、ありがとうございます！はい、ということで、二つ目がですね、違うところからいただきました。こちら、ネッククーラーエボリューションというものを、実は、4月に僕いただきました。僕がよく動画で紹介している、三光さんっていう、なんかね、ちょっと変わった、このアイテムを販売している会社さんのアイテムなんですよ。まあ、今までで言ったらさ、自動焼き鳥機だったりとかさ、ちょっと変わったものなの。で、僕、この前テレビで三光さんのね、会社紹介みたいなやつをね、見たんですけど、やっぱりね、なんかね、すごい企画会議とか結構面白くてですね、はい。暑さ対策グッズをお送りいたします。ご紹介いただく必要はなく、もしよろしければプライベートで
梅雨が明け蒸し暑くなった時にぜひご活用いただけると嬉しいです。僕の何回も動画を紹介しているこのを見ていただいて、え、これ紹介するなんてことかな。あ、大丈夫だよね、大丈夫、紹介しても大丈夫、あの大丈夫だった。あぶねえ今、あやばい、これ言っちゃダメだったやつかなと思ったけど、あでもね、ありがとうございます。あの僕がね、参考さんのね、あの商品をね使わせていただいてるのを見て、それでこう送っていてくださったっていうことですね。でこれでね、5代目らしいよ、5代目っていうか、あのこのネッククーラーは毎年ね出してて、2015年から出してて今年で5代目なんだって。だから多分こうすごい評判がいいんだよね、おそらく、その毎年毎年出るっていうのは。で小型冷蔵庫にも使われているペルシャ冷却を採用した冷却プレートで首周りをひんやり冷やす暑さ対策グッズですっていうことで、マスクで蒸し暑く感じる外出時やアウトドアを楽しむ際にご活用いただけますっていうことです。あくまでこれあれですよ、参考さんが別に紹介しなくていいんでお気持ちで使ってください、よかったらっていただいたやつですね。もうありがたいですね、本当に。もうナイスですね。いや違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない、あら本当にありがとうございます。はい、ということでちょっと使ってみましょうか。これね、外気温からマイナス15度に冷える。そしてバッテリー持続時間は120分というね、ことです。これね、いいのが充電式なんですよ。だから充電でこうさ、しかも USB で簡単にこう何回も使えるっていうのがいいですよね。で、ここの部分が多分冷蔵庫と同じこう冷却システムになっているってことですね。こうやるとさ、ちっちゃいさ、ヘッドホン頭でかいからこれね、入んないわみたいな感じになっちゃいますけど。はい、着きましたー。で、これを、おぉ、冷たい、すごい、首元がひんやりしています。例えるんだったら冷えピタをこう貼っているような感じでピタって冷たいです。うわ、寒くなる、これ。ちょっとやってるだけで。しかも、これ冷やすために若干こうファンが動いてるのか、皆さんに聞こえるかわかんないですけど、ふーってこうファンの音がしてるんですよね。炎天下でも冷たさが続く。という。で、また、揺らぎモードっていうのがあって、冷たくなりすぎることを防いでくれるらしいです。やっぱりさ、こういうのつけてるとさ、うわ、冷たくてもうこれ無理や、みたいなね。感じにね、まあ、なったりね、することあるんだと思うんですけど、これはちょうどいい感じに冷たくなりますね。で、冷たさもこれね、調節、何段階かで調節できるね。なんかこういうのつけてる人さ、見たことはあったんですけど、いいですね。で、最長2時間。で、軽量バッテリーもついてるんで、その2時間使った後、バッテリーをこう装着すれば、最長10時間、まあ、バッテリーをつけながらこうやれば、最長10時間は使うことができるというね、アイテムになっております。はい、ということで、すごくいいものですね、これ。ということで、2つ目ご紹介しました。そして3つ目がですね、これはですね、僕がこの前、イノクロっていう新しくね、アプリがこうリリースされたんですよ。で、その公式イベントに僕出演させていただいたんですけど、その際にいただきました。はい、じゃじゃーん、こちら。めっちゃ可愛くない？これ、いただいた時、動画撮ってたんですよ、僕。スマホで。でも、その動画、公開するのっていうか、投稿するの忘れてたんですよね。でもこれ可愛いからすげえ紹介したいわと思って、今紹介しちゃってる。ほら、可愛くない？このニノクロっていうのはですね、ジブリ、スタジオジブリの、こう、世界観でゲームがプレイできるっていうもので、マジで、ストーリーもしっかりしてるし、ゲーム性も豊かだし、かつ、あとは、音楽とかもいいし、なんか何でも本当にできる、ね、ゲームなんですよ。で、その、こう、カバンですね。で、中もしっかりしてて、しかもほら見て、ここにちゃんと鍵がついてるのね。で、中もパッカーンと開けますと、はい、このようにニノクログッズがね、入っているということでございます。ざっくりだけ説明すると、まあこういうステッカーだったりとかが、こう入ってる。ね、かわいいよね。とか、あとは、こういう、ニノクロのね、カバンというかポーチですね。いろんな色のこうね、ポーチが、ほら、入ってて、すごく可愛いなっていうものだったり、まずこのさ、ボックス自体がさ、可愛くてめっちゃ使えるじゃないですか。ね！だからこれね、嬉しかった。嬉しかったのとかって。もうね、いただけて嬉しかったんです。
でも紹介するのを忘れてたなと思って紹介しちゃったということで、今日もね、ちょっとこんなグダった動画ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ今日紹介したやつ全部ね、素晴らしいものですので、皆さんもやってみてください。以上、マッソ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。